実況も話すことない。コキミートークセイヤー。<laughs> こうなった衣装か。こうなった時サッカーで何話せばいいか分かんない、あるあるだからね。バスケのね、実況、すごかったっすよ、マジで。うんうめちゃくちゃね、もう暑い。熱い日本対昨日の試合。暑すぎてちょっとネットで賛否両論なせるよ。ああ、そうそう。そう <laughs> ちょっとうっとうしいな、みたいな。<laughs> まあ人によっては、人によっては。人によっては。リバウンド取りながら、これが日本のバスケだーみたいな。<laughs> すげえな断るごとにそうそうめちゃくちゃだったしもうなんかバスケって難しいねスピーディーだからさ解説が追いつかないみたいないやーそうよねうん、うん、それ言ってる間にもう一点入ってますよ<う>みたいなだからいろいろ解説しようとしちゃうんだけどまた次にすげえプレーくるからもう追いついてないのよあれ大変だなそれはな、うん、タイムアウトの時とかに喋るんかそこじゃなきゃ整理できないよねうんだから NBA とかどんな感じで実況してんだろうなっていう 見えよもうほらアメイジングだおお<う>。アメイジング言ってれば成り立た成り立たねえだろなめんだよお前 <laughs> アメリカなめんなよ <laughs> そんなわけねえだろマジで説明せずに叫ぶからもう、まあ、それはそれで俺楽しかったけどね神話性高いしプレイちゃんと <laughs> だから見てる方は結構高ぶんだよ<う>すげえすげーってんだけど逆に言うとこう 解説ちゃんと聞きたいバスケ好きの人とかはあれでいいんかなみたいな。でもあれでいいんじゃね松木さんも許されてるし。<laughs> まあ代表戦なんてそんなもんじゃない確かにな。松木さんもこっち側じゃないそう確かに。解説っていうか。だから松木さんもいるぐらいだから。<laughs> いるぐらいだから。まあ居酒屋実況してくれただけありがたいよな。あっちの方がなんか、淡々と、いや、これはなんとかなんとかで、なんとか、例えば特別としてるプレイですねって言われてもさ、<laughs> はいすっごいしか出てこないしゃもう。<laughs> このあんばいが、 ね、難しそうだね。そうね。バスケはその。澤部とかいたしね。ーあー、なんか、解説で澤部さん。解説、解説とか,か解説ゲストみたいな。ゲスト解説で澤部さん。<laughs> 広瀬すずちゃんとや。あー、そうだね。ぴっちりボーダー、ね。ね<え>やっぱさ、なんかさサッカーはさ、点があんま入んないからって言ってさ、うん、もう避ける方もいるじゃん。うん,う,んう,んうん。 でも、まあ、バスケ点入るからやっぱなんか冒頭してでもなんかこう大てなるもんなっていうその点いっぱい入るスポーツならではの強みはちょっと感じだね。まあね、いす、忙しいもんな。そう。そともポンポン入るじゃんからなんか一本一本の攻撃全開全部成功させなきゃいけないみたいなぐらいじゃなんならね。うん。それがね、サッカーは時には。 <laughs> そう120分くらい見ててね、レ対ダがで丸くらいだし。何の時間だったんっていう時結構あるか我々何を見てたんだっていう。ただゃ誰あれか、1点の価値が一応薄いじゃないですか、うん、バスケって。ね、だから逆転が起きづらいのか。だから一度リードされちゃうともうほぼきつくなるみたいな。らしいけどね、まあ。逆転技がないからね。サッカー逆転技あるからな。だって、 ねえ、あの、メジャースポーツで最もジャイアントキリングが起き、起こりやすいのがサッカーですからね。もうこれはちゃんともう、データ出してましたもん、アメリカが。レベッチでジャイキリが起きやすいです。<laughs> そうもうセットプレイなんてもう、誰がやったって一緒だから、もうあれ。あと、基本的に、あの、引きこもり趣味が強すぎるんだよね。<laughs> そうそう,そう、うん。それをね、まくったのが今回の日本ですよ。18点差とかが。あれなんて漫画やんって、18点差なんて。18点差はまじ、心折れるけどね。 果てしで相手が全部外してスリー6回決めたら追いつくのかみたいな。そう,そうそうそう。<laughs> ちょっと耐えるよな、じゃあな。そう考えると遠すぎるよな。バスケもそう、ファールがね、結構。まあ、サッカーの感覚で見てると。そうだね。マジで全部ファールになるんじゃないう、ね、<laughs> うん。<laughs> あ<っ>来たんだ <laughs> さあ、新内登場。<laughs> 新内が来ましたね。新内。86分から、お出ましです。